皆さんこんばんは。46日間チャレンジ行政手続きを完全制覇の39日目に入らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。39条、意見公募手続きが38条から始まって、その次の条文ね、39条ということになってまいりますけれども、意見公募というのは、政令とか省令とかを定めるときに、広く国民の方に意見を聞いて公募してですね、その意見をもとにですね、えー、政省令というのはある程度いじっていこうと。 こういうことなんですね。例えば今 EGAV のサイトとかで、まあ、出てきてるやつとか見ると、と特定外来生物のですね、えーまあ、法律に関しての政令かな症例が出ていたかとは思いますけれども、あれ結構たまに出るんですけれども、結構見てて面白いんですね。 特定外来生物として、まあ、かつてはブラックバスをですね、輸入できるか否かとかっていう議論があって、この間出てたのは、ザリガニとかのね、話が出てたりとかするんですけども、そうするとね、あのー、確かにブラックバスを、うこう、海外からですね、日本に入れてしまうと、そうすると、日本の古来から住んでいる生物が消えてしまったり、ブラックバス強いですからね、 で、ザリガニを、を海外から輸入をし,したりすると、アメリカザリガニとかも強いので、日本ザリガニが、まあ、絶滅してしまうというようなところもあって、調整かけたりとかするわけですね。そういうのね、性償礼とかで決めるんですよ。行政立法で決めるんですね。で、その時に、例えば日本ザリガニを守ろうという人もいればですね、で、立場が違えば、いや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 と、 別に日本ザリガニいいんだよと。もうアメリカザリガニがどんどん入ってきてくれた方がいい。アメリカザリガニを販売したいと思う業者もいるわけですよね。これね、主にだから一般の国民と結構業者とでですね、ぶつかること結構多かったりとかするんですけど、意見というのは聞いてみないとわかりませんよね。立場が違えば、まあ、いろんな意見が出てくるということにはなります。 必ずしもその意見を加味するかどうかというのはもちろん法の趣旨とかにもよると思いますけれども、法の趣旨でそれに基づいて聖償令が出されて、で、その国民の意見を広く聞くことによってさらにですね、ああ、なるほど、こういう意見もあるのか参考にしようということが、まあ、実際できるわけなんですよね。えー、この意見公募手続き実際にね、見てみるのが一番いいぞなんていう話を、まあ、昨日ですね、させていただきました。 39条の条文、どんなことが書いてあるか見ていくことにしましょう。39条第1項です。命令等制定期間。これは、聖書令なんかを定める期間ということになります。各省大臣なんかイメージしておくといいですよね。えー、各省大臣は、命令等を、まあ、例えば、省令を定めようとするときには、する場合には、当該命令等の案、えー、およびこれに関連する資料、 をあらかじめ講示して、えー、意見の提出先、えー、意見の提出のための期間、これを定めて広く一般の意見を求めなければならないということで、我々意見言うにもですね、その、政令案とか、省令案、これを見て意見を言うというのももちろんありなんですが、プラスアルファ関連する資料とかがあったら見たいですよね。参考資料とかがあったら、それを見ないと結構ね、政省令技術的なものが多いので、 えー、何にも興味ない分野とかだと何言ってるかよくわからんというようなのが、まあ、ルール化されているわけなんですよ。まあ、ですからやっぱ関連資料とかを見た上でですね、じゃあ動物愛護法に基づく、まあ、そういった性症例についての改正について動物好きだからやっぱりね、なんか意見投じたいとかね、あると思うんですがそういう場合には参考資料とかを見ながらですね、 じゃあ、どこに提出したらいいんですかっていうと、提出先と意見の提出のための期間が書かれているから、その提出期間内にえ書かれている提出先に意見を出していくんだということになります。では、第2項を見ていきましょう。第2項です。前項の規定により、公示する命令等の案というのは、 あ具体的かつ明確な内容のものであって、かつ当該命令等のタイトル、題名ですね。および当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならないと。えー、特定外来物法に基づくなんとか省令とかね。えー、動物愛護法に基づく、えー、なんちゃら省令。えー、こういうような、まあ、施工規則なんていうふうに書いてあるわけですよ。 そういうふうに書いてあって、で、具体的な中身ですよね。で、中身が結局よくわからなければ意見言えませんから、どんな条項を設けているのか。だから具体的にはもう政令案をですね、バシッと示してくれればそれでわかりやすいわけですけれども、そうじゃなくて、 なんとなくこんなことを変えようと思ってますとか言われてもですね、意見出しようがありませんから、具体的かつ明確な内容のものを出しましょう。普通は、そういうもう、政令案とか省令案をそのまま載せていますから、それを見て意見を言えばいいということになります。そして先ほど、意見の提出先と、意見の提出のための期間、えー、提出先と期間を最初に出さなければいけないんだというふうに申し上げましたが、期間ってどのくらいなのっていうと、 ほとんど大抵30日になってます。要するに1ヶ月間が機会になっていることが多いんです。なんでかっていうと39条の第3項にこうなってるんですね。第1項の規定により定める意見提出期間というのは同行の工事の日から記算して30日以上じゃないといけないということで、30日以上と言われたら30日取ればいいやということで、えー、あんまり長く取っていっぱい意見来ても困るので、もう行政はですね、このもう30日ギリギリ、 30日を取ると。見てください。e g ガブのサイトで意見提出期間を見ると、もうもののみど見ごとにですね、30日間意見提出期間が取られているのがほとんどであると。そんなふうに思っていただければいいかなというふうに思います。ただし、あの、意見公募手続きはですね、まあ、適用除外というのが置かれておりまして、39条の第4項、 第4項です。このパブリックコメント手続きの適用除外が書いてありますね。次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は適用しないと。パブリックコメントをする必要がないんだと。こういうふうに書いてあるわけですが、えー、まず第1項のところです。 公益上、緊急に命令等を定める必要があるということで、まあ、緊急性があるような場合ですね。ここはね、まず、なんか、欠かせたりするようなところじゃないので、なので、意味がわかるという状況でいいですよ。もうざっくり言ってください。緊急性、もう緊急に聖書令を作らなければいけない。例えば、なんか災害が起きて、もう緊急に聖書令を出さなければいけない。そんな時にですね、30日、えー、取ってる場合ではないんです。えー、緊急時の場合。そして、 え2号、3号、2号、3号のところなんかについては、これは金銭についてということになりますけれども、えー、納付すべき金,金銭の額とかね、そういうのについて決めるような施書令とか命令等、これを定めようとする場合なんですけど、えー、もしパブリックコメントを、うん、出せるとしたら、そのお金の金額下げてくださいませんかと。だって、 えー、我々が納付すべき金銭と言ってるわけですから、そんなの金額は下げてほしいという意見が出るに決まってます。で、3号です。 予算の定めるところにより、金銭給付決定を行うために必要となる、この額の算定とかの金額とか率とかね、そういった算定方法、そういったものについて定める命令等を定めようとするときということで、これも同じような話なんですがあ、給付金額を決定する政省令を定めると言ったら、じゃあそれはなんとか額が上がるようにですね、今度は額が上がるように意見を言いたくなるのは、まあ、 お金欲しさから言うわけですよね。二号三号はお金の話については、もう意見がですね、まあ、聞き出したらきりがないので、こういうのについてはあ意見公募しないということなんですね。はい。えー、で、第四号になりますけれども、まあ、委員会のその議決とかを経て定めることとしている命令等であって、 えー、相反する利害を有するものの利害の挑戦を目的として、法律とか政令の規定によって、えー、これらの元及び公益を、それぞれ代表する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととされているものとして、政令で定める命令等を定めようとするときということで、えー、この、まあ、ま、委員会のその議決なんかをですね、行うこととされている、えー、ものとして、もう政令で定める その命令なんかを定めようとするときということで、まあこういったものに関してもですね、えー、もう意見公募手続きというのはあやらないと、ういうことになっております。まあ、ちょっと細かいですね。で、第5号のところ、まあこれはですね、一応押さえておくといいかもしれませんね。5号のところというのは少し、まあ、出やすいかもわかりません。5号のところは、 午後のところは、えー、他の行政機関が意見公募手続きすでに実施していて、で、命令と施唱令なんかを定めていて、で、もう実質的に同一の命令等を定めようとするときと、もうすでに同じような内容、も実質的に同一と思われるような内容の、 意見公募手続きがもう実施されているという場合は二度手間になってしまいますから、繰り返しになってますから、なってしまいますから、こういったものについては意見公募手続きを特段必要としないということになります。で、第6号のところ、これもね、えー、技術的読み替えなんていうことで、順用とかについてはもう当然にですね、そうやって技術的に読み替えるんだ、なんていうふうにされるものっていうのもあるんです。 で、技術的読み替えを政令で定めるものとするとかねえ、そういうふうに書かれることっていうのは、まあ、多々あるわけですが、まあ、そういったものについても別に意見公募する必要はありません。もう当然に技術的に読み替えると、まあ、順要規定とかになりますから、これらについては意見公募をする必要がないということになります。で、第7号のところになりますけれども、 これは、えー、そうですね、えー、法令、えー、法令を根拠に命令等というのも定められておりますけれども、その根拠となる法令が廃止をされると、削除をされるといった場合に、その削除に伴ってですね、当該命令等を廃止をすると、法令の規定が削除されるから、だからそれに紐づいた命令等をですね、廃止するというのも、これも当たり前の話であって、 法律による行政の原理から言うと法律があるからこそ委任命令とかもあるわけで。で,ですから、それに伴ってですね、廃止するというのは当たり前だから意見公募手続きはしないということになります。で、第8号なんですけど、あまりにもですね、これ、軽微な話、軽いもうちょっとした変更として政令で定めるものなんかに関しては、 これらは意見公募しなくていいでしょうなんていうことが書いてあるんだということで。まあ一応ですね、築城解説なので、えー、細かめに条文見ましたけれども、39条の4号のところがあまり細かく聞かれるということも少ないかなというふうに思いますから、まあ最低限、うん、緊急の場合で、えー、じゃあ意見公募手続き取る暇がないぞっていう場合は、あ適用除外。 あるいは金額について、金銭についてですね、えー、この意見公募というのはしないんだ。そして第5項のところで他の行政機関が実質的に同じ内容の意見公募もすでにしてる場合は二度手間になってしまうからもうそれもしないんだということを理解していただければそれで十分かなというふうに思います。はい。じゃあ今日はここまでにさせていただきたいと思います。お疲れ様でした。